のため昼夜連続で規制を行います。時間帯によっては混雑が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本、こちらはネクスコ東日本です。午後3時35分現在の道路交通情報をお知らせします。この付近の高速道路では交通に支障となる事故や渋滞の情報は入っていません。引き続き安全運転でお願いします。続いて帰省のお知らせです。11月8日から28日安全運転でお願いします。